How are you doing? 今月も最新のソフト情報をバッチリ教えてくれよな。よし、それじゃ早速スタートでいこうか。我らがヒーローソニックがご案内するセガビデオマガジン、今月もメガドライブ、メガ CD、ゲームギアまでの最新ゲーム情報をたっぷり満載しているぞ。最新の話題ソフトをフィーチャーするニューゲームズヘッドラインから、現在好評発売中の話題ソフトを取り上げるヒットゲームズリプレイなど、このビデオを見れば最新ソフトの全てがわかる。君にぴったりのゲームが必ず見つかるはずだ。またアーケードコーナーでは今最もホットなレーシングゲームデイトナ USA の魅力を徹底追求。バーチャレーシングとはまた違った迫力で今アーケードで人気沸騰中のゲームだ。もちろんラストには素敵なプレゼントも用意してあるからお楽しみにね。それではセガビデオマガジン行ってみよう。ニューゲームズヘッドライン。F1 ワールドチャンピオンシップ1993ヘブンリーシンフォニー。 F1 中継でおなじみのフジテレビとの共同開発による本格的 F1 ゲームがメガ CD で登場。登場するチームやドライバーはもちろん実名。しかもビジュアルシーンはフジテレビが持つ豊富な F1 レースシーンからよりすぐった実写映像を取り込んだものだから迫力満点。それではこの F1 ワールドチャンピオンシップ1993ヘブンリーシンフォニーの3つのゲームモードを紹介しよう。まず最初はグランプリモード。オープニングを飾るのはセガオリジナルテストサーキット。このコースは単独走行用にデザインされたもので、マシンのポテンシャルとそのセッティング、そしてドライバーの技量を見るのに最適なコースです。グランプリモードは F1 のフルシーズンである全16戦を戦い抜くモード。しかも F1 チームとの契約からスタートする。ウィリアムズやベネトンなどの強豪チームに入るためにはこのオリジナルコースでより良いタイムを叩き出さなくてはならない。1993モードは昨年の F1 シーンで実際にあった熱いバトルを体験できるモードだ。君の腕次第では F1 の歴史を大きく変えることができる。最後はフリーランモード。いわゆる練習走行モードだが、そのためマシンセッティングをはじめ様々な実験が可能だ。ウイングやタイヤなど全7カ所にも及ぶセッティングをマスターすればグランプリモードでも有利に展開できるようになるぞ。メガ CDF1 ワールドチャンピオンシップ1993ヘブンリーシンフォニーは7800円で4月23日発売予定です。魔導物語2、アルル16歳。あのアルルがさらに可愛く成長してゲームギアに帰ってきた。 3D マジカルボイスロープレ魔導物語2は、幼稚園児だったアルルが16歳に成長して再び魔導士への道を目指す魔導物語の第2弾です。やったなー、開いてた。マイガー。前作で好評だったサンプリングボイスシステムやファジーパラメーターなど便利で楽しい機能はそのままに、シナリオ、キャラクターなどをパワーアップ、ますます明るく楽しいロープレとなっています。16歳に成長したアルルがとっても可愛いゲームギア、魔導物語2アルル16歳は5500円で5月13日発売予定です。ソニックザヘッジホッグ3、超カットビハリネズミ、我らがソニックの最新作、それがソニックザヘッジホッグ3だ。今回もカオスエメラルドをめぐってソニックが超音速で暴れ回るよ。今回のソニック3では前作前々作以上に容量も大幅アップ、アクションの幅もぐんと広がったぞ。全編にスピード感あふれるユニークなステージが目白押しだ。
もちろん通常ステージの他に巨大リングを取ることで進めるスペシャルステージも用意されている。このスペシャルステージはこのように 3D ステージになっていて、ブルーサファイアを全て集めることが目的となっているんだ。もちろんボーナスステージだって用意されている。このボーナスステージへの進み方は実はまだ内緒なんだ。ごめんね。でもその内容は見せちゃうよ。このボーナスステージでは壁のバネを利用して巨大なガチャガチャのハンドルを操作。落ちてきたアイテムのアイコンを触るとそのアイテムが手に入る仕組みとなっている。その他今度のソニック3ではなんとスノーボードのステージもある。リレハンメルの興奮を再びソニック3で味わっちゃおう。テイルスもマイケルにできるソニック・ザ・ヘッジホッグ3は5月発売予定です。ヒッグゲームスプリプレイ。バーチャーレーシング、ただいま超人気発売中のレーシングゲーム、バーチャーレーシング。今月は攻略ワンポイントアドバイスだ。まず最初はビギナーコース。このコースは道幅も広く、ハードなカーブも少ない。そのためほとんど7速全開で突っ走れる。ただし最終コーナーだけは6速に落としてクリアするのが安全策だ。そしてミディアムコース。このミディアムコースでは前半を7速で突っ走ろう。多少のオーバーコースは気にしなくても OK。 ただしこの道幅が狭くなる部分だけは6速に落とさないと大クラッシュを引き起こすことになる。とにかくアウトインアウトの基本を守ることが大切だ。最後はエキスパートコースのワンポイントアドバイスだ。このエキスパートコースの最大の難所はこの先のヘアピンカーブ。このヘアピンカーブでは7速から一気に4速までシフトダウン。マシンがクリッピングポイントを過ぎたら一気に7速まで加速しよう。とにかくこのヘアピン以外は7速で突っ走ることを目標に頑張れ。驚異のポリゴンワールド、バーチャーレーシングは9800円で大好評発売中です。ベアナックル3。超人気格闘アクションゲームベアナックルシリーズの最新作、それがベアナックル3だ。この3月に発売されて以来、格闘アクションファンを魅了し続けているぞ。このベアナックルシリーズの魅力といえば、なんといっても迫力満点の必殺技だ。今回の3からはこの必殺技にもパワーゲージが用意されるようになった。このゲージが満タンの状態で必殺技を出せば体力が減らなくて済むんだ。ゲージの充填も可能なので、ここぞという時に必殺技が使えないなんてことにはならない。またストーリーもマルチストーリーになっているので、何度でも楽しむことができるぞ。対戦モードでは同キャラ対戦も可能なベアナックル3は7800円で大人気好評発売中です。ソニックドリフト。ソニックシリーズに登場する人気キャラクターたちが戦いの舞台をサーキットに移し、熱いバトルを展開するソニックドリフト。君はもう迫力のドリフト走行をマスターしたかな。このソニックドリフトでは3つのゲームモードを楽しむことができる。1つはフリー走行モード。これは全18コースをどれだけ速く走ることができるかを競うタイムアタックモードだ。そしてカオス GP モードではポイント制度のグランプリ形式で18コースを戦っていく。そして最後の対戦バトルモードは通信ケーブルを使った 2P 対戦モードだ。
コース上に落ちているアイテムをいかにうまく使うかが勝負の分かれ目だぞ。今度はドリフト走行でカットビー。ゲームギアソニックドリフトは4800円で好評発売中です。メガドライブセレクション。モンスターワールド4。ファンタジックな世界と可愛いキャラクターたちで人気のアクションゲーム、モンスターワールドシリーズの最新作がついにメガドライブで登場。その名もモンスターワールド4。モンスターワールドを守る4人の精霊たち、ある時彼らが突然姿を消してしまう。異変の起こりつつあるモンスターワールドを救うべく、新米戦士のアーシャは精霊たちの探索に向かった。今回の主人公アーシャはとっても可愛い女の子。しかし戦士の卵とあって剣での攻撃はなかなかのもの。通常の斬り方の他にジャンプ斬りや上下への突きなど、その攻撃手段は多彩。宝箱を開ける仕草も女の子らしい。主人公アーシャを助ける不思議な生き物が登場する。彼の名前はエピログー。直接戦闘には参加しないけれど、ダンジョンのトラップを突破するのに役立ったりと、なかなか心強い味方だ。アクションありトラップありと、可愛いグラフィックの中にゲームの楽しさがいっぱいに詰まった人気アクションゲームシリーズの最新作、モンスターワールド4は8800円で4月1日発売予定です。メガドライブの海外版であるジェネシスで人気のアクションゲーム、キャプテンラングがついに日本上陸。秘宝とさらわれた仲間を求めて、海賊船や海中などを冥界族の子孫であるアザラシのラングが駆け回るぞ。操作は方向キーとボタン一つのシンプルなものだが、絶妙なタイミングで操作しないとクリアできないハードなアクションゲームとなっている。全7ステージ。どのステージにもハードなトラップがぎっちりと用意されている。アクションゲームファンにはたまらない歯ごたえのある一本だ。ムーンサルトキックやローリング走行など基本アクションも多彩なキャプテンラングは6800円で4月22日発売予定です。大人気のドライビングゲームアウトランナーズがついにメガドライブで登場。このアウトランナーズは世界の名車を買って全30コースの好きなルートを通ってゴールを目指すドライビングゲーム。途中選択したコースによってゴールも変化するマルチルートとなっているので、何度でも楽しむことができる。コースの背景も各国に合わせたビジュアルでバラエティに富んでいるし、クラッシュして車を走って追いかけるなんて愉快なビジュアルも用意されている。BGM の選択も可能なメガドライブ版アウトランナーズは7800円で5月発売予定です。君のメガドライブを史上最速にするゲームソフト登場。リアル 3D ポリゴンの真実、ヴィーチャルレーシング衝撃のデビュー。メガ CD セレクション。ポップルメイル。メイル、タット、ガオの3人の可愛いキャラクターが画面狭しと暴れまくるアクションロープレ、ポップルメイル。今月はその3人のキャラクターを紹介しよう。主人公のメイルは賞金稼ぎを職業とする元気いっぱいの女の子。剣による攻撃を得意としている。古代の洞窟にはお師匠様率いる化け物たちが待ち構えているから十分気をつけないと。分かってるわ。
このタットは魔法使いを目指し修行中の少年。修行中とはいえその才能はなかなかで、秘めた魔力は未知数だ。もちろん魔法攻撃が得意。こいつが言ってたがう。空に閉じ込められていた神様、俺が出したって威張ってたがう。本当なの？洞窟の中で暮らしていた怪獣ガウは口から吐く火で攻撃するぞ。アクションロープレポップレメールは7800円で4月1日発売予定です。ドラゴンズレア、ドラゴンの巣窟。アーケード用レーザーディスクゲームとして絶大な人気を誇ったあのドラゴンズレアがついにメガ CD に移植。アニメーション映画を見るようなグラフィックの中、囚われたプリンセスを救出するために敵の攻撃やトラップをかいくぐり、お城の中のダンジョンを突き進んでいく。プレイヤーは画面にフラッシュされる指示に合わせて素早くボタン操作をしてトラップをかわしていかなくてはならない。コンティニューも可能なので何度でもチャレンジしてほしい。メガ CD ドラゴンズレアは6800円で4月28日発売予定です。うるせえやつら、ディアマイフレンズ。未だに根強いファンを持つ高橋留美子先生原作の漫画うるせえやつらがアドベンチャーゲームでメガ CD に登場。アニメと同じ声優陣が声を担当しているので、あらゆるところを調べまくろう。よし、確認終わり、ガールハントに出発。ダーリン、うち呼んだっちゃ？まだ支度が残っている。先に行って待っていなさい。分かったっちゃ。先に外で待ってるっちゃ。バカめ、どこの世界にラムと一緒にガールハントする間抜けがおるものか。うちを置いてどこに行くつもりだっちゃ。なんや当たるか。おばちゃんたちなら手紙置いて出てったで。セガマウス対応で操作も楽ちん。うるせえやつらディアマイフレンズは7800円で4月15日発売予定です。仮面ライダー ZO。 映画仮面ライダー ZO の実写映像を全て取り込み、迫力あるビジュアル展開が楽しめるアドベンチャーゲーム、それがメガ CD 版仮面ライダー ZO だ。画面にフラッシュされる指示に合わせパッドを操作、敵を蹴散らせ。実写映像ならではの迫力が魅力満点の仮面ライダー ZO は7800円で5月発売予定です。爆電アンバランスゾーン。大人気ロックグループ爆風スランプが企画したアドベンチャーゲーム、それがこの爆電アンバランスゾーンだ。壊れてしまった世界、アンバランスゾーンを音楽の力で修復する、それがプレイヤーに課せられた使命。奇妙奇烈なハイパーギャグの世界を駆け抜ける。キャラクターデザインは天才バカボンの赤塚不二夫先生が担当。爆風のメンバー全員が声を担当して、そのスラップスティックさはピカイチの仕上がりだぞ。メガ CD 版爆電アンバランスゾーンは7800円で4月22日発売予定です。レーサーになったソニックのライバルはテイルス、エミー、ドクターエッグマン。こりゃ負けられませんよ。手のひらサイズのカーレース、ソニックドリフト、ゲームギアから。ゲームギアセレクション。女神転生ガイデンラストバイブル。大人気ロープレ女神転生シリーズがついにゲームギアで登場。ダンジョンは 3D ではなく 2D となっているが、
その分道に迷うことなくサクサクとゲームを進められるようになっている。ゲームギアならではの工夫だよね。人気の魔獣合体システムもあってメガテンならではの楽しさが忠実に再現されているよ。ゲームギア版女神転生外伝ラストバイブルは5500円で4月22日発売予定です。バンドアール。アーケードで人気のパズルアクションゲームバンドアールがついにゲームギアでも登場。12種類のサブゲームとボーナスゲーム、ボスゲームの合わせて全部で14種類が楽しめちゃう。しかもそのうち2つがゲームギアオリジナルゲームだ。選べるモードは3種類。もちろん対戦も可能だから友達と好きなゲームで対戦しよう。自分専用の本格的サラブレッドを育成し G1 レースで優勝を狙え。レース画面も迫力満点。世界三大レースへの遠征も可能になっています。ワールドダービーは4980円で5月27日発売予定です。復讐じゃ。かあ、そんな一撃蘇りやがったぜ。悠々白書、滅びし者の逆襲、ゲームギアから。アーケードコーナー。どうもこんにちは。このビデオではもうすっかりおなじみになりました渡辺浩二です。今日は僕が今一番注目しているゲーム制作チーム AM2件のスタークリエイター名越さんとお話しさせていただく機会をいただいてですね、感激してるんですね。名越さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バーチャレーシング、バーチャファイターと世の中を騒がせている AM2件なんですけれどもね、この新作デイトナ USA、 これもすごいですよね。ありがとうございます。おかげさまでかなりの反響をいただいてます。はい、今日はですね、このゲームの映像、CG、そのすごさの秘密について詳しく教えていただきたいと思います。CG の技術としては最近はもうポリゴンとかテクスチャーマッピングといった言葉を子供さんでも聞いてると思うんですよ。しかしそういったものをただゲームに応用していっただけでは面白いゲームはできないんです。ゲームというのは技術と技術の足し算ではなくて掛け算としての効果を狙っていかなくてはならない。掛け算と言いますと、このゲームに使われているマシンのスペックを使うとですね、画面の中に実写そのままの世界を作ることすらできます。でもそれではゲームはつまらないんですよ。例えば開発の初期段階で道路の表面は実際の近所の道路の表面を撮影してそれを使ってみたんですが、それがいまいち道路っぽくないんですね。自然な感じがしないんですよ。
で結局人間の手で描き直すことにしたんです。なるほどね。写真そのままを道路に貼り付けてみたけれども道路に見えないのが人間がこう手で描き直した方がもっとリアルに見えるってことなんですね。そうなんですよ。コンピューターを使っててもですね、一番大切なのは人間の感覚、感性なんです、人間が何を持って道路って言ってるか、それをまず我々自身が考えなくてはならないんです。なるほどね。それはね、多分路面だけではなくてですね、このゲーム全てに言えることだということをですね、この映像を見てて僕思うんですけどね、はい。カードがですね、どん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 今進化してますよね。その中で現実そのままをゲーム画面に再現することができるようになっている。ところがですね、その正確なシミュレーションを行った後にあえてゲームとしての作り直しをですね、とことんやっている。その辺に AM2 件の凄さがあるように、私は感じているんですけどね。そして僕たちはゲームを作るときにリアリティだけじゃなくてポップさとかかっこよさ、そして気持ちよさのようなものをとことん追求していきたいと思ってます。なるほどね。今の発言はですね、ゲーム業界の人にとっても非常に有意義な話だったと思いますね。ありがとうございました。今日はですね、名越さんと僕でそれぞれプレゼントを持参してきましたんでね、ビデオの最後をお楽しみにしていただきたいんですけどもね、名越さんね、あのデートナー USA ぜひニューハードにも移植してくださいね。はい、相談しておきます。セガ AM2 件の名越さんでした。いやー、ソニックデイトナ USA はすごい迫力だったな。思わず手に汗握っちゃったよ。え、なになに、迫力ならソニック3も負けないって？ははは、その通り。発売が楽しみだよな。それじゃあ来月もよろしく頼むぜ。今月のセガビデオマガジンの感想を店頭にあるアンケート用紙に記入して送ってください。抽選で素敵なプレゼントをお送りします。プレゼントはアーケードコーナーで楽しいお話を聞かせてくれた渡辺浩二さんの本、1999年のゲームキッズとバーチャリアン嘘つかない、それに AM2 件の名越さんより VR ロゴ入りオリジナルキャップです。これらの商品を抽選でそれぞれ5名の方にプレゼントいたします。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募お待ちしています。See you next month! Bahaha!